すいません、じゃあ今から始めさせていただきます。本日はお忙しい中お越しいただきましてありがとうございます。本日司会を務めさせていただきます木村と申します。私今は大学3年生でこちらでインターンとしてお世話になっております。私の方から今田について簡単なご紹介をさせていただきます。今田はあらゆる差別や人種主義をなくすということを目的とした国際人権 NGO です。1993年に国連との協議資格を得まして、現在東京とジュネーブに事務所を設けております。今田の活動は多岐にわたっておりまして、例えばマイノリティ女性へのエンパワーメントですとか、あとはジュネーブ国連への提言活動などを行っております。本日はそのジュネーブで実際に国連への提言活動を行っております。この日の方からお話ししていただきます。では小松さんです。いただきありがとうございます。ジュネーブ事務所の国連アドボカシー担当として、勤務させていただいている小松大輔と申します。2014年の1月から、ジュネーブの方に勤務しております。まずプレゼンに移る前に、皆さんが国連の人権システムというのはご存知ですか？あんまりよくわからないですね。はい、ありがとうございます。これを想定して、今日はまず国連の人権機関というのはどういうものなのかというふうに聞きつつ、まだ国連事務所が、特に去年今年で何をやったのか、で、スリランカのこととか他の国のこととかもやってるんですけど、馴染みが、皆さん馴染みやすいと思ったので、日本のことを特にお話しようと思っています。で、まずなんでジュネーブで人権なのかというと、ジュネーブには国連の、人権活動の専門機関というのが部署として、国連人権高等弁務官事務所という、機関の本部があります。で、このオレンジ色とベージュの建物がパレーウィルソンという本部で、湖の目の前にある強くの建物なんですけど、それがあって、左の男性が今の高等弁務官の、ザイリドという、ヨルダンの王子ですね。で、彼が今、代表です。で、国連人権高等弁務官事務所というのが一体どういった位置づけなのかというと、国連といっても、皆さんがよくご存じな、ユニセフとか、難民高等弁務官事務所と違って、そこは専門機関として、事務局とは独立している機関なんですけれども、人権高等弁務官事務所は事務局の一部という扱いです。なので、こことユニセフとかは、別個の団体として考えていただけると分かりやすいと思います。で、その人権高等弁務官事務所でも、ニュースとかでご覧になっている方もいるかもしれないですけど、人権理事会とか有権規約委員会とか人差別会議会とかいろいろあると、どういった国に違うのかというと、人権理事会っていうのはこちらの左側で、国による機関になります。で、これは国によって、3週間から4週間で集まって人権高等弁務官事務所を決めたりとかするもので、右の条約機関というのは、国際人権法がいろいろあるんですけども、例えば自由権規約だったり、女性差別国際条約とか、それぞれの条約に基準した政府がちゃんとその内容を実行しているかっていうのを審査して、定期的に審査して、できているところはちゃんと込めて、できないところはこうしなさいっていう勧告を出すようにするための機関で、この大まかにこういうふうに2つに分かれているっていうのを、ご理解いただけるといいかと思います。で、まず人権理事会がどういうものなのかっていうのを説明しますと、
人権理事会は、通常会議っていうのが年に3回あって、3月、6月、9月、行われます。で、大まかに、これ以外のテーマもあるんですけれども、大体大きなテーマが、まあ、それぞれ会議で分かれていて、3月は子どもの権利、障害者の権利、マイノリティ。で、6月は女性の人権、人身のバイオライン。で、9月が先住民族、人種差別、アフリカ系の人々というふうな大まかな分かり方をしています。なので、毎回聞くの字が違ったりとかして、それぞれ特色があります。で、人権理事会で、ただその各会議何をやっているかというと、行動弁務官、人権行動弁務官事務所のことを、頭文字 OHCHR って呼んでるんですけど、OHCHR が行った、まあ、地域の人権状況だったりとか、あと、まあ、女性への暴力とか、そういったテーマ別の報告書が提出され、あと、特別手続きっていう、人権理事会によって任命された独立した専門家っていうのがいます。で、それを、で、たくさんいるんですけども、例えば、特別手続きはテーマ別と国別に分かれていて、テーマ別だと、例えばこの、女性への暴力に関する特別報告者っていうのがあります。で、国別だと、例えばこの、ケイラさん、この方はエリトリアの人権状況に関する特別報告者っていう方がいて、こうやってバーっといろんなもの、ほとんどの人権を網羅してるんじゃないかっていうぐらい、います。で、この方たちは人権理事会によって任命されてるんですけども、独立した人々で、お給料とかもらっていなくて、ボランティアです。で、国連からお金もらっているのは、本当に調査に行った時の企業とか、ジュネーブで来て報告書を提出した時の会談とか、必要経費しか支払われてない、完全に国から独立した人々です。で、まあ、そういう特別手続きの、担当者が、年次報告書とあとテーマ別報告書などを提出します。で、まず調査委員会という、委員会が人権理事会で設置されていて、まあ、今だとシリアとか、パレスチナとか、まあ、特に世界で、虐殺、虐殺するものです。まあ、大規模な人権侵害が起きている紛争地とかの人権状況を調査して、まあ、政府に是正解除を求めるための委員会というのがあって、その委員会の、報告書というのもこの場で提出されます。で、普遍的定期審査というのは条約機関とは違って人権理事会内で行われる、各国の人権状況の、審査で、これは、まあ、国によって審査をされるというのが大きな違いで、例えば日本が審査されますってなったら、他の国連加盟国全部から勧告を受けて、日本がどの勧告を実施するのかっていうふうに選べるっていうのが大きな条約機関の違いで、条約機関はもう勧告出たら全部実施しないといけないというのが大前提ですけども、普遍的定期審査はもう政治的なコミットメントとして、審査を受けるので、そこが大きな違いです。で、あと報告書とは別に、まあ、テーマとか国の人権問題のディスカッションを行うっていう、時間もあります。で、最後の週に決議っていうのを採択されて、その決議で何が決まるのかっていうと、まあ、OHCHR が、今度はこのテーマについて、調査した報告書を来年の人権理事会に出しなさいとか、そういった活動内容を決める決議と、あとは特別手続き、さっき説明した特別手続きの新しい人権テーマの特別手続きを設置をするっていうのもあります。最近だと障害者の権利の特別手続きとか、あとアルビノの人たちの人権の特別手続きの特別報告者のが、設置されて、で、特別手続きの任期はテーマ別だと3年ごとなので、その3年が終わるときに、もう3年更新というふうに、します。
では先ほど話した調査委員会についてです。でこれらと並行してメイン会場以外でサイドイベントっていうのをやります。でサイドイベントっていうのは、まあ、その決議と大体関連する場合が多いんですけども、まあ、政府だったり NGO だったり国連の機関とかが、また例えばうちの団体で言えばスリランカに関してすごい活動しているので、サイドイベント、スリランカの決議が去年の9月に採択されるということがあって、でそのためにスリランカの、人権侵害の被害者とか人権活動家を呼んで、で実際これぐらい人権侵害が起きています、で決議をちゃんとそういった状況を反映するものにしてくださいっていうのを伝えるために、行いました。でサイドイベントの一つ、サイドイベントは厳密にはサイドイベントじゃないんですけども、サイドイベントと同じ枠組みで、決議の非公式協議というのが行われていて、まあ、最低でも1回は、公開に非公式協議が行われているんですよ。でその時に、NGO もちゃんと参加できて、こうやって文言の訂正とかを求めることもできます。それで人権理事会を行われるのもジュネーブで、さっきのパレウィルソンとは違う建物でパレデナションという国連欧州本部の建物です。でこの天井のすごい綺麗な部屋が人権理事会を行われる本会場で、ここに政府代表が真ん中の方に座って、ですごい端っこの席に NGO が座る。でこれが実際どういった感じで人権理事会が進むのかというプログラムで、実際のプログラムでこのウィーク1、ウィーク2、ウィーク3、3週間の人権理事会を使ったんですけども、最初の週に例えばマイノリティ問題に関する、特別報告書の、報告書の提出で、それに対する、まあ、政府と NGO の、コメントをする時間というのが与えられています。でパネルディスカッションも同じように、これは、少女の教育への権利に関するパネルディスカッションで、これにも政府の NGO もコメントができる。でこういった感じで、これは調査委員会ですね、これは権利ですし、こういう感じでもう3週間みっちりいろんな議題を、話していくし、で最後にこの最後の週に決議の採択を行われるという、プログラムになります。でまあ、ざっくり図で示してあるのがこういった形で、報告書と決議案が人権理事会に対して、提出されて、そこで協議が行われて採択されると実際の、行動に移る。これを毎3ヶ月ごとに行っています。で今ざっと説明しましたが、ここまででもしわからないこととか質問があればいつでも質問があったら止めてください。で NGO がどういうふうに参加して、じゃあ NGO がどういうふうに参加できるのかっていうと、まず口頭声明と署名声明っていうのができます。でさっきちょろっと、話しましたけども、まあいろんな報告書とか、提出される場で、NGO がその報告書とかの、コメント、あとまあ場合によっては政府の非難とかもできる考えられています。でもこれはすごく細かいんですけども、特別手続きとの協議の時間だと3分間、他だと2分間だけ NGO が、発言できます。でどういった場所で発言するのかっていうのは、その一番端っこの席で NGO が座って、ここでこれだと2分間発言する。でもう順番ずつ NGO が入れ替わり立ち替わり発言していくっていう
一つです。で、これは上の SDGs っていう国連のウェブサイトで全部見ることができます。で、場合によっては政府が、その情報が正しくないとか、これはその議論する場ではないという発言したりとか、自分の発言を止めたりすることもあって、場合によっては結構、紛糾する時もあります。で、口頭声明とは別に書面声明として、協議規格を持っている以上は、各議題に関する、書面声明をレポートとして出すことができます。で、これは口頭声明とは違って、口頭声明はこの映像は残りますけど、自分の発言した原稿とか、国連のウェブサイトとかには載らないんですけども、こっちの書面声明の方はもう公式の文書の一つとして、国連のウェブサイトに載ります。なので、書面声明の方がもうちょっとこの文書の重みが強いということです。で、先ほどお話ししたサイドイベントっていうのは NGO も開催できます。で、大体1時間から2時間、理事会の事務局によって、まあ、自動的に取り当てられて、そこで自分の、まあ、自分たちの代表を話したりとか、受け診断に関する話したりとか、あとそこに、まあ、政府の代表だったり、特別報告者とか、あとの他の国連のスタッフも呼んで、その問題に関するディスカッションを行うということです。で、まあ、これをすると何なのかというと、何か問題が起きたときとか、何か決定されるというときに、ちゃんと国連は国連的政府とか国連は人権理事会の場で市民社会の声を反映しないといけないっていうのは大前提なので、ここでサイドイベントをちゃんとやって私たちはここを届けましたって、まあ、アリバイ作りではないんですけども主張することができる。で、やった側には政府もちゃんと反映しないといけないっていうプレッシャーになる効果があります。で、まあ、サイドイベントは本当に普通のイベントなので来てもらわない、聞いてもらえませんが、結構どこの NGO とかも、この国連人権理事会の最中に、直接政府の代表部の人とアポイントメントを取って、まあ今この決議が、今回の人権理事会採択されようとしますが、あなたの国はこの問題に関してすごい率先してリードしているので、ぜひこの文章をそのまま強めてください。とか、まあ、逆にこの文章を弱めることはやめてくださいとか、決議の文言の影響を振るってもらうということがあります。決議っていうのはいろんな政府とすり合わせていくので、どん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 弱くなっていくみたいなような、なのでそれを防ぐために決議に影響力のある、まあ、決議に影響力ってあるかというか、政治的に影響力のある国にロビングをするっていうことも行われています。で、まあ、これは本当にプラスアルファ的なもので、まあ、ジュネーブにせっかくいるので OHHR の担当者に情報提供して今後の活動へのつな、げていくっていうことも、しています。で、国や地域を担当するデスクオフィサーといって、彼らは主に、まあ、問題だったりとか、まあ、地域全体だったりとか、ある一定の特定の何か国家を担当していて、そこの国の状況を調査しているんですね。で、条約機関とかの審査になったときに、情報提供を内部で行っているので、そこの人たちに情報提供しておくと、まあ、私の将来的に、自分たちのためになるということです。で、まず、あ、国際手続きの担当者、及びアシスタントにも面会して、情報提供することができます。で、ここであって、例えば、まあ、教育で今日本の、まあ、うちの関係だと、朝鮮学校への補助金が全くなくなって、朝鮮学校だけ差別されてるっていう情報を伝えておいて、で、まあ、もし公私訪問するとかっていう時になったら、それもつながりがあるので働きかけはしやすいっていう効果があります。はい、一旦ここで止めますけど、何か質問があれば。はい、まずその口頭声明の場合に、まあまあ、国の代表が何か干渉してくるっていうことなんですけども、はい、国の代表ってどういった役職の人が出てくるんですか？その時によって違うんですけども、
まあ、一等書記官から最初まで。一等書記官から。あと、書面声明については、はい、出す前に何か言われたりっていうことはないんでしょうか？ないです。書面はもう本当に国連に直接提出して、はい、アップされるっていう状態。あ、もう出したらそのまんま。ありがとうございます。はい、他に大丈夫ですか？で、最近で今田が、まあ、人権理事会で何をしたのかって簡単に、しまして、まあ、9月、スリランカも結構やったんですけど、ここでは沖縄のことを、ご紹介します。で、島ぐるみ大気の国連部隊が、まあ、うちの会員さんとして一緒に活動していて、他に市民代表センター、今までずっと沖縄とか愛知ってところで捉えた団体の皆さんと一緒に、取り組みを行いました。で、取り組みの一つとして、共同で書面声明を提出して、で、またあのニュースにすごいなっていたので、皆さんご存知かと思うんですけども、小野田県知事によるコート声明のサポートですね。まあ、市民外交センターが発言を提供して、まず細かい実際どういう準備をする、準備というか、当日どんな動きなのかとかを、ジネーブ事務所の方でサポートしました。最大限とは後ほど説明します。で、記者会見の実施も行い、それと並行して、まあ、あの環境権とか、先住民族の権利とか、表現の自由とかの担当者ともお会いして、沖縄の状況を、ブリーフィングしてきました。で、これが当日の長谷知事による口頭声明の、これは2分間の短い声明で、うん、まあ、長谷知事は英語が得意ではなかったんですけど、すごい、堂々と生まれていますね。で、これに対して、結構あの、普通 NGO の発言に対してメディアとかはほとんど興味を示さないんですけども、この時はもう、島ぐるみ会議とかの方でも、もう沖縄のメディアというか、日本のメディアに、長谷知事が発言するっていう、知らせをしていたので、わざわざジュネーブまで、記者の方たちが来られて、もう20人とか30人とか、ちょっと軽々じゃないんですけど、まあ、20人以上の記者がどこでバーッと写真撮っていたおかげで、逆にあの、なんだあの、NGO の人はみたいになって、結構国からも、いつもあんまり NGO が発言しても国はまた NGO が発言してるぐらいにしか思ってないんですけど、これは本当に異例の事態だったので、かなりあの、注意を引いた、行動声明になって、で、これに対してやっぱり政府も反応せざるを得なかったので、まあ、お決まりの沖縄県の自治体に政府が取り組んでいて、辺野古は唯一の解決策であるという検討をしました。で、日本政府もほとんど NGO の発言に対して検討することはほとんどないので、かなりのインパクトの大きい、会になりました。で、これが記者会見で、まあ、記者の方ですが、たくさん来られていて、カメラも何本も入って、で、これのおかげで、あの日本でも、ちょっと僕は2年目行ったので、テレビの予算関連ですけど、日本でもかなり報道されたと聞いています。で、これの前日に、サイドイベントを行いまして、まあ、沖縄における軍事化と人権侵害というテーマで行いました。で、まあ、主催は、うちの方で主催で、町の島国大使、市民代表センター、あとフランシスカンインターナショナルっていうのは、キリスト教系の団体で、結構ジュネーブでは、活発に活動されていて、存在感のある団体で、沖縄にもメンバーがいるということで、共催をさせていただきました。で、まあ、小長知事の特別報告から始まって、他の専門家による、塩平さんというのは、琉球新報の編集局長の方で、その方には、表現の自由、報道の自由、吉川さんは、環境法、で、上村さんには自己決定権っていうのをテーマに話していただいて、で、まあ、参加者に、沖縄の状況っていうのがどういうものなのかっていうのを専門家として説明していただきました。で、大体50人から100人は行ってなかったですけど、50人から70人ぐらい参加していて、NGO のサイドイベントとしては可能性が言えると思います。で、これが当日のポスターです。で、これが会場の様子で、まあ、真ん中に罠が座っていて、で、この、
この男性を挟んだ隣が、先住民族の特別、先住民族の権利に関する特別報告書のビクトリア・コープスさんという方です。で、まあ、ビクトリア・コープスさんが言われたのは、やっぱりこの方ももともとフィリピンの先住民族の権利の活動家で、フィリピンでも米軍基地っていうのが大きな問題だったので、かなり米軍基地反対の活動をされた経験があって、最初に言ったのが、まあ、沖縄とフィリピンの状況がすごく重なる。で、まあ、沖縄の方たちはまだ自分たちは先住民族だっていう認識をされていない方がほとんどであるけれども、まあ、無視されたのであれば、これからもうそういったことを議論し始めて、自分たちが先住民族だっていうふうに認識したとすれば、まあ、先住民族の権利宣言が、適用されるので、この基地問題に関しても、先住民族独自の権利として、先住民族の権利宣言には、先住民族の土地に、先住民族を許可なしに軍事基地などを置いてなきゃいけないという、もうそういった項目もすでにあるので、それがその適用されるという、かなりの鋭いスピーチをされました。でこれも一部では、ここまでで何か質問はありますか？聞いてもいいですか？はい。スペシャルポーター、特別報告者の方というのは、はい、待遇というのはどんな形で確保されているんですか？待遇は皆さんボランティアで、本職をお持ちの方です。で、こういった、まあ、人権理事会に、報告書の提出とか、あと調査とか、公式訪問ですね、公式訪問とか、するときは国連から経費が出ますけども、他の給与というものは一切もらっていないので、それで独立性を確保するという。もう一つ質問です、はい。そうすると、例えばその方の、なんていうか、こう、1年間の自己代替を、こう、国連のために確保されているんでしょうか？それは確か、なんか、特別報告者の契約みたいなのがあったんですけど、じゃあ、週に、1日から2分ぐらいの時間は出さないといけないです。国連にいらっしゃるというのは、例えば時期を決めたときしかない。そうですね、国連のジュネーブには基本的に皆さんなくて、皆さん自分の国にいて、人権理事会とか、あとニューヨークの国連総会に報告書を出さないといけないというときは、国連に行かないといけない。それ以外は公式訪問として。で、国連のジュネーブには、このアシスタントの方たちがスタッフとして雇われているので、アシスタントは常に常駐しています。他に質問は？はい。で、人権理事会の説明はパーッと今したんですけども、他に条約機関を説明したいと思って、これはちょっとさらっと飛ばしますが、今まで2000、僕が入ってから日本審査が、日本審査が2つあって、そしてスリランカも終わりました。で、去年の4月にそこにいらっしゃるこの藤原さんとかも来られましたが、女性たち社会人の日本自然審査がありました。で、ちょっとそれぞれの条約をしたのが微妙に違ったりして、それを全部説明するとかなりややこしいので、今回は女性、人サービス社会人会がどういうふうな、機関なのかっていうのを中心に説明させていただきます。ここは。じゃあ、人種差別撤廃委員会、今ではジュネーブ事務所、人種差別撤廃委員会を今までずっとモニタリングしてきたんですけども、モニタリングをしつつ、国連先住民族基金として、国連が拠出している先住民族の方たちが国連の会議に参加するための基金があって、そこに通して参加された方をサポートとか、あとはパートナー団体だったり、つながりの団体のサポートをしていきます。あと、委員会との構築、環境を構築して、まあ、こういったサポートをするときに、委員と直接、コミュニケーションを取れるようにということをしています。で、それと同時に、ウェブキャストっていうのをやっていまして、ウェブキャストっていうのは、やっぱりジュネーブまで来られる方っていうのはとても少ないので、そういった方たちも、来られない方たちも、実際自分の国がどんなふうに国連の場で、審査会見に見てもらえるように、
NGO が始めた取り組みで、その A さんとビデオで生、インターネットのビデオで生中継する取り組みです。で、これは、僕がなんですけど、これは2014年のデジタル出版委員会の日本審査で、今田がやった、ウェブキャストの録画、録画のアーカイブです。こういった、ちょっと音が小さくて聞こえないと思うんですけど、これをインターネットでそのまま見れるっていうことをします。で、最近だともうソーシャルネットワーク、SNS がすごい活発なので、この今田で日本審査をウェブキャストしたときは、もう Twitter でみんな実況中継しておいて、かなりインターネット上での広がりが上がって、それも日本審査が結構認知度が上がった理由の一つかなと思います。で、今までの審査のビデオっていうのは全部ここで見れます。2008年か9年ぐらいから始めたので、そこからは全部見れます。で、デジタルステップアイン委員会っていうのが、どんなものなのか説明します。この辺は他の委員会も一緒です。人数は少し変わりますけど、大体18人で、デジタルステップアイン委員会18人。で、皆さん独立した専門家で、まあ、肩書き、本来の役職は学者だったり、NGO の代表だったり、まあ、元外交官とか、ジャパン人だったりする人もいます。で、やることはデジタルステップアイン条約を決めた国の報告書を審査して、総括書を作成して、勧告をする。それを大体4年のサイクル、各国4年のサイクルでやっています。あと、デジタルステップアイン条約は第14条なんですけども、個人通報制度があって、その条約で、定められた人権侵害の被害者が、もう日本で裁判全部負けて、もうどこにも救済を求める場所がないっていうときに、直接条約機関に、申し立てをして、条約機関から勧告を政府に対して出してもらうっていう制度があって、日本はちょっとこの制度はどの条約機関に対しても承認してないので日本は使えないんですけども、それも確かの、デジタル撤廃委員会の活動の一つです。で、この早期警戒措置緊急手続きっていうのは、デジタルステップアイン委員会独自の、手続きで、これから大規模な、これもともとなんでできたかっていうと、まあ、ジェノサイド、ルワンダのジェノサイドとか、そういったマイノリティとかに対する大量虐殺っていう、大規模な人権侵害っていうのを起きてしまったことの反省を踏まえて、これからどうも、虐殺が起きそうだとか、ある特定のグループが、集中して人権侵害被害者になりそうだというときに、国内の手続きを踏まないで直接申し立てをすることができる。で、申し立てをして、それが、まあ、間違ったものじゃないというふうに判断されたら、その委員会から政府に対して手紙が行ったり、まあ、注意喚起みたいなのが言って、この人権侵害、大規模な人権侵害の予防措置として行われる措置です。で、今だですと2012年に、辺野古基地建設による人権侵害の申し立てというのを行って、それが承認されて日本政府にデータが出ています。で、実際に審査がどういった流れで行われるのかっていう。をします。で、まず締約国が報告書を提出しないと審査ができないので報告書は提出されます。で、まあ、それを報告書を提出されて予定を組んで審査はいつ行えるのかってなっていきます。そうすると審査を決断したの場合は、質問テーマっていうのが送られます。で、これは実際に審査の時にどういった、トピックが
はい、そういった時について話したいかという、まあ、テーマリストですね、リストを送られまして、これが大体審査の4週間、審査の4週間の6週間前です。で、右側が NGO ができることだと思って見ていただくんですけど、その契約国が報告書を提出したら、NGO も審査2週間前のようにレポートを提出することができます。なので、この報告書を実際に見て、ここは間違っているという部分を使うこともできますし、もう独自のレポートとして出すこともできます。で、締約国の審査が行われます。で、審査の鉄板委員会の場合は、2日間にわたって行われて、1日目の午後と2日目の午前に行われます。で、その前に、公式 NGO グリーンシップというのが、で、大体、まあ、その自分の国の審査の最初の月曜日か火曜日に行って、ここは NGO と委員会による、情報提供の場で、 NGO がそれぞれ自分の団体とか取り組んでいる問題などについて、まあ、こういった問題があって委員会によってこういう勧告を出してほしいとかいう情報をそれぞれの声明の形で読み上げることで情報提供できます。で、その後にそれは大体、その審査、自分の国の審査の直前のお昼休みなんですけど、これ、公式で、また、今度は声明じゃなくても、普通に、リラックスした感じで、カジュアルな感じで、もう直接話しながら、委員会の方から、あなたはさっきのブリーフィングで、こういうことを言ってたけど、じゃあこの問題はどうなんですかとか、これについてもっと説明してくださいっていうことを、まあ、その場で回答する。で、そしたら、審査の1日目が行われて、まず締約国の政府代表団が自分たちの報告書を発表します。で、審査の出版委員会には、テレビ通報告者っていう、人が、ね、任命されて、各国1人の国別報告者が、締約国の報告書と2条の報告書を分析して、総括書店を作るための仕事を、みんな分担してあります。で、政府が自分の報告書を発表したら、今度はその国別報告者が分析した内容を報告して、それが終わったら各国委員が好きなように、特に自分たちが気になっている問題について政府に質問します。ためにその質問に対して政府が回答して、で、この後に大体、まあ、実際の委員会だと3人の委員が質問した後に、政府は3つの質問を、まあ、3人からの質問に答えるという、その場でのやり取りを行います。で、最後に国で総括っていうのは、総括します。で、この間に NGO が何ができるかというと、ロビーイングとして、例えば1日目の時に委員がこういう質問をして、2日目の朝に、政府が回答したとします。で、その回答が実際の状況とそぐわない場合に、いや、あれは本当は政府はああいうふうに言ってたけど、本当はこういう状況なんですとかいうことを言って、ちゃんと国別報告者が現場の状況を分かるようにという情報提供をすることもできますし、あと質問してほしいことを、ちょっとこの問題について政府に質問してくださいって言って質問を促す。で、質問をすることによって何がどうなるかというと、質問すると政府は回答します。で、それによって政府の回答が十分でないから、これ政府ちゃんとやってないんだなって委員会が判断すれば、総括書店の勧告として出るので、その結構会期の間に質問してもらうってことは非常に重要なことです。じゃないと総括書店にいきなり委員が全く質問しないことをこうしなさいって言うと、なんでこれってどこからこの勧告出てきたのっていうふうに政府に疲れちゃうので、ここで質問を確実に出すってことは NGO にしていけばいいです。で、まあ、その会議の最終日に総括書店というのが発表されて、勧告がその中に入っています。ここまでで質問ありますか？ここちょっとやっと分かりづらい。質問したいですか？はい、審査が1日目の午後と2日目の午前ということで、はい、1日目のお昼に
まず飛行士の NGO のお話を、委員の一部の有志の方に聞いてもらい、はい、その後公式のランチタイム NGO ブリーフィングで、委員が全員いる中で NGO が話をすると理解して言うんでしょうか。スタートの場合、自殺で大会の場合はこの非公式 NGO ブリーフィングっていう方が全員いる方です、はいはい、ランチタイムっていう方がみんなお昼の時間に帰ってきてもらえるので、これが有志です。で、ランチタイムはじゃあ公式ではない。公式ではない。で、非公式っていう方が、あの、非公式と言ってるけれども結構公式。はい。なんかこれがすごいややこしいんですけど、はい、一応あの、こう、委員会の会議の予定表にはいつもインフォーマルの条件に書いてあるんですよね、はい。でもこれは一応委員会の予定として公式なので、うん、内容は、インフォーマルって言ってるのはここで何かを決定するわけではないですよっていうことをちゃんと明示するためにインフォーマルって言って、ここはあくまでも NGO からの情報提供の場なんですよっていうのを明示するために言ってあって、ここはちょっといつも混乱しやすいと思います。うん、はい、NGO っていうのはやっぱり複数 NGO が参加するわけですか。はい、あのその、まあ、国の状況によって違ったりするんですけども、まあ、NGO は基本的に何団体にも参加できます。 NGO の横のつながりっていうのはないんでしょうか。それも結構国によって、例えば日本だとネットワークが出来上がっているので、はい、一緒にあの準備してもう当日会場でも手分けしてロビングしたりとかしますけど、結構小さい国だったりとかあんまり人権状況が良くない国だったりとかすると、はい、結構バラバラ活用してたりとか。 CRT をモニターしている日本の NGO って何団体ぐらいいるんですか。うちだけです。あ、そうですか。あ、じゃあモニターを日本審査関係なくモニターしてるのは違う。あ、そうです。ありがとうございます。モニターして委員会に関して言えば、ジュネーブにも常にモニターしてない今なんです。他の国ではやっぱ複数参加してるってことが多いんですか。モニターですか。はい。なんかあの自分の国が審査されるときはその国からしますけど、そうでないときは研究者とか、はい、あとは本当にもうこの条約間に特化している NGOが一つぐらいですね。そうですか。ありがとうございます。他は大丈夫。はい、ランチタイムの NGO ブリーフィング有志とのことだったんですけど、何人ぐらいの方がいらっしゃるんですか。それも結構 NGO の、 あの働きかけ具合によって違って、結構 NGO が活発積極的に、あ、もうランチタイムブリーフィングするんでこれ買ってくださいみたいな感じで、実際に公約するともうほぼ全員集まれたりとかして、しないと、まあ、国別報告者とあと2、3人とかの場合もですね。じゃあ次に行きます。で、2014年の日本審査で、今田が何をしたのかっていうのを説明させていただきます。で、人種差別撤廃 NGO ネットワーク、ERB ネットっていう、NGO、マイノリティとか人種差別の問題に関して活動している NGO のつながりのネットワークなんですけれども、ここの事務局としてコーディネートしました。で、どんなコーディネートをしたのかというと、まあ、あの共同レポートも出しているんですけれども、当日は、実際に参加した人たちの間で、まあ、誰が何の問題について発言するのかというブリーフィングの調整をして、事務局に、リストを提出したりとか、あとは、これはジュネーブ事務所でやったんですけれども、実際にやっぱり、顔が、その前はかなりと、まず、話しかけることもできないですし、委員によって、やっぱ関心分野とか、あとどれぐらい質問をする人なのかっていうのも違うので、これは、今沢が、人差別撤廃委員会をいつもモニターしているおかげで、取れた情報なんですけれども、実際、この人はこの分野で関心が強いとか、この人はよく聞く。質問するときにやる気のある委員だっていうのを、プロフィールを作って皆さんにお配りしてロビングに活用してもらいました。で、あとはまあ
皆さんが日本語が英語はすごいできるってわけでもないので、そういった方にはサポートして通訳をサポートします。これが、この方は国別報告者ではなかったんですけれども、アイルランドのフリップリー議員といって、人種差別対応会でかなり積極的に活動されている方で、わざわざ日本の NGO と時間を作って、くれて、話を、聞く時間を作って、当日の審査にもバンバン質問してくれました。で、これがランチタイムブリーフィングの様子で、もう閉じた部屋で、議員と NGO の代表が、直接やり取りをするという場になっています。で、この場では、実際にパワーポイントとかも使えるので、実際のヘイトスピーチのデモの様子を見せたりとかして、それでかなり衝撃を受けて、一番最初の質問がやっぱりヘイトスピーチ。もうこれは表現の自由ではなくて、もうヘイトスピーチで暴力であるっていうビデオを見せたおかげで、すぐに質問していただきました。あと、ウェブキャスト先ほど。あと、審査のツイート。をやったんですけども、それもかなり反響が多くて、もう、いきなり300人以上フォロワーが増えて、もう拡散されたおかげで、ネットでの認知度っていうのがすごい上がりました。あとは、審査が終わった後に、NGO 代表として記者会見を実施して、ジュネーブに朝日と、読売と、共同と、あと、当時は時事通信、あと NHK がいるので、そこの記者向けの記者会見を実施して、報道につなげてもらいました。で、これが当日の審査の様子で、この真ん中の列は政府代表部ですね。政府代表部で、あと前の内側に政府代表部が来ています。で、この両端の一列ずつに委員会が座っていて、ここで質問をして、政府を回答する。NGO は、この審査の間中は発言はできないので、ここで傍聴しているっていう形式です。で、これが記者会見です。はい。で、まぁ、ちょっと、国連の人権システムを説明しながらだったら、ちょっと活動の方までここまで。ご紹介できなかったんですけど、どんな質問があればぜひ、来ていただいて、今日はありがとうございます。では、質問時間に移らせていただきます。何か質問ある方いらっしゃいますか？はい。PTA の関係の話もです。ありがとうございました。さっきの、非公式 NGO ブリーフィングと、ランチ NGO ブリーフィングと2つあるということだったんですが、障害者権利条約の方では非公式の方が多分なかったんですよ。で、多分去年ぐらいからできたというふうに聞いてるんですが、人種差別の方ではその辺の動きというのはかなり前からあったんでしょうか？そうですね。確かでも非公式の方も最初はなくて、2000年代になって、その非公式ブリーフィングっていうのがやろうっていうのを決定されました。それまではランチタイムブリーフィングになってます。他に質問ある方いらっしゃいますか？はい。結構デジタル出版委員会の時のロビングは委員の方からも結構褒められて、かなり役割分担とかをしっかりしてやったっていうのもあるんですけども、あと報告書を一つにきれいにまとめていたので、それを読むのがすごい良かった、分かりやすくて良かったですね。あとは皆さんももともと前々回の審査に参加されてた方もいたりして、ある程度
審査の当日の流れとかが分かっていたので、各委員さんも皆さんそれぞれアプローチして積極的に話しかけていて、それで何て言うんでしょうね、混乱せずに分散して委員に話しかけてロビーに出していったというのが大きかったと思います。そうですね、慣れみたいな、だからいかに事前に参加者が審査の流れを分かっていて、どういったことを話したらいいのかっていうのを分かっていたっていうのがポイントになると思います。そうですね、特にちょっと見てて、これは良くないなっていうのを逆に言うと、すごい前振りみたいなのが長い説明をしてしまうと、なんか委員の方もだんだん集中力を失っていくので、もうすごい簡潔にパパッとこれとこれが問題なんですっていうのを言えるロビングの仕方をしないと、すぐに委員は忙しいので、長話に付き合っている時間はないので、もう一回簡潔に伝えたいことを伝えるかっていうことをする必要があります。写真とか絵も見せるのにはすごい、ローディングにはいいですね。すみません、またちょっと同じような質問で申し訳ないんですけども、はい、OHCHR に関わってる日本の NGO っていうのはやっぱりその今だしかないんでしょうか。あ、いや、そのヒューマンライツナウさん、ヒューマンライツナウさん、自由人権協会とか、あと市民代行センターとか、競技資格を持っていられる方は人権理事会とか、いくつかあるんです。あるし、あとまあ日本審査になれば、日本の NGO の方たちは皆さん報告書、一時点 NGO の方たちは報告書を提出したりとか、審査に来られているので、はい、ありがとうございます。さっき言ってましたけど、人権理事会は競技資格がないと参加できないんですけど、予約さんはその、そこは必要ないです。参加するには報告書を出さないと、はい、当日の発言とかできない。あれですか、NGO に属してなくても書面を出すことはできるんですか。まあ、どんな NGO かみたいな、人権理事会の方は本当に拒否資格が必要ですけども、条約機関の方は、なんか NGO が大切なんていうんですかね、こういった形式の NGO じゃないといけないみたいなのがないので、普通にグループとして出すことができる。よくまあ任意団体だとか、出したら個人でも、はい、っていうこともあるんですね。はい、他の国の方にどれだけ影響があったのかなと思って。あ、そうですね。結構やっぱり人権理事会はすごい政治的な会合なので、結構政治的な関心っていうのが裏にいつもあるんですね。なので、特に日本っていうのは国際的に割とどの国も仲良くしたいと思っているので、いきなりなんか沖縄をどうにかしろみたいな反応はなかったんですけど、でも今回のスピーチによって沖縄で、まあ、基地問題があるらしいっていうのが伝わったっていうのと、あと結構オナーさんがスピーチしてる時に、ちょっとどこの国か忘れてたんですけど、中東の国の、政府の代表がこれはどういうものなんだって一緒にいた、島国大臣に質問したりとかして、この国連の人権理解の場である程度の沖縄の問題であると認知度が上がったっていうのが大きいかなと思います。で、結構やっぱり日本に限らず、いきなり人権理解の場でこの国の調査委員会を設立とかなかなかならない、やっぱり政治的な場なので、少しずつこの問題を、ある問題を、見える形にしていって、で合意をすりつけていくっていう形なので、かなり時間かかるんですけども、まあ、スタートとしてはいいスタートになったかなと思います。
沖縄の問題だとアメリカが何か言ってくるってことはないんですか。アメリカはサイドイベントの前になんか誰かいましたけど発言はなかった。発言はした。はい、お話ありがとうございました。オリーブ大学にお伺いします。まあ、先ほど日本はあんまり日本の政府はあんまり NGO の声にあんまり耳を傾けていらっしゃらないというかそんなに意見が反映されないというふうにおっしゃられててなんかよろしくない状況だなというふうに思ったんですけども、そういう対応している政府っていうのは日本だけなんですかね。他にもあったりしますか。そうですね、先進国だと日本はちょっとかなり悪い方ですけど、世界的に見たら、いっぱいいます、日本みたいに。NGO、まあ NGO とそもそも合わない国もいっぱいいますし、まああっても日本みたいに形だけあって、実際それを反映するのもなかなかしないみたいな国もいますし、そこまで進んでる国っていうのは本当に結構。質問ある方いらっしゃいますか。はい。インディアンのロビングステークにどのタイミングでやるのが効果的ですか。あ、そうですね。やっぱ委員も忙しいので、狙い目は休憩時間、お昼とか、ちょっと審査が始まる前、あと審査が終わった後。それはもういきなりもう捕まえてっていう感じですか。そうですね、まあなんかトイレに行ってる途中とかだと思うなんか座ってなんか呼んでるなぐらいだったら、うん、ちょっと今ちょっと時間いいですかみたいな感じで言って、まあ嫌ですっていう人なかなかいないんで、まあ5分からまあせいぜい10分ぐらいで話してで、まあそこで喋りきれないなって思ったらちょっとじゃあ情報送るかなって言って、狙われて言ってちょうだいってくれるものなんですか。大体くれますね。あ、そうなんだ。見えるかどうかも分からない。まあ、そうですね。審査が終わった後とかはもうしてもあんまり意味ない。でも審査が終わった後もやっぱ政府はもう直前まで回答してるので、そのさっき言った政府の回答はちょっと正しいとかいうこともできますし、まだ総括拠点が出る前までは時間があるので、触った直後でもってもやる価値があります。